劉健ぶりは大韓民国のインチョン公益市出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のトロントブルージェイズ所属。愛称はモンスター。MLB における韓国人初のタイトル獲得者。高校時代にトミー・ジョン手術を受け、先導列二世と呼ばれた半奇襲の影に隠れていた。二川出身で出身校である。 東山高校も似川所在だったため、SKY バーンズが優先的に指名できた。しかし、当時保守の補強に重点を置いた、SK 球団のスカウト陣の判断で一次ドラフトで SK に指名されず、二次ドラフトでハンファイーグルスの指名を受けた。入団の時は、半期州の方にメディアの関心が集中され、契約金も半期州の4分の1くらいであった。 入団後インタビューで、柳は、反期衆ばかり注目されていて悔しい。俺の目標は、反期衆よりいい成績を残して、新人王を獲得することと発言した。ハンファイーグルス時代2006年は、高卒ルーキーの1年目でありながら、最多勝利、最優秀防御率、最多脱三振の投手3冠を独占し、韓国プロ野球史上初めて新人王と MVP を、 同時受賞した。このような圧倒的なパフォーマンスで、怪物という異名を取った。2007年も17勝を挙げ、最多奪三振のタイトルを獲得し、チームのポストシーズン進出に貢献。メディアデーの記者会見では、同じ左腕で一学年下の新人、金広志に、頭を使えればもっといい投手になれると評された。 2008年8月に開催された北京オリンピックの野球韓国代表に選出された。同大会では予選リーグで競合として評されたカナダ戦、決勝のキューバ戦で先発し、いずれも勝利投手となった。2勝0敗、防御率1.04という好成績を残した。韓国チームの金メダル獲得で兵役を免除された。2009年は、 シーズン開幕前の3月に開催された第2回、ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。一時、ラウンド初戦のチャイニーズ台北戦で先発し、4回途中まで無失点に抑え勝利に貢献。一時、ラウンド順位決定戦の日本戦では3番手として、リリーフ当番しチームの完封勝利に貢献。しかし二時、ラウンド初戦のメキシコ戦では3回途中に、 エイドリアン・ゴンザレスの打球を足に受け交番。その後は先発することはなく、2次、ラウンド順位決定戦の日本戦などで、リリーフ登板したのみだった。大会通じて1勝0敗、防御率2.57の成績を残した。シーズンでは2年ぶりに、最多脱三振のタイトルを獲得した。2010年は、シーズン終盤になって、故障により戦線離脱したものの、 最優秀防御率、最多脱三振の2冠となった。2011年6月には、史上最年少で、通算千脱三振を達成。6年連続に桁勝利を記録し、チーム最多勝ちとなった。オフには、スコット・ボラスと代理人契約を結んでいたことが、報じられた。2012年は、打線の援護を得られず、自己最小の急勝に終わったが、 歴代最多タイとなる5度目の最多奪三振タイトルを獲得した。オフにはオリックスバファローズが獲得に向けて調査していると報じられたが、柳は俺の夢はメジャーリーガーになること。日本プロ野球には全く関心がないと語った。10月末、ポスティングシステムを行使して一定額の入札があった場合のみ、メジャー移籍を認める方針を球団が発表。 メジャーリーグ8球団競合の末、ロサンゼルスドジャースが約2573万ドルで落札したと発表された。2012年12月9日にドジャースと6年総額3600万ドル、出来高の契約を結んだ。これにより、久保から直接 MLB に移籍した初の韓国人選手となった。MLB 移籍が決まったことで、 第3回 WBC の韓国代表を辞退した。2013年4月2日のサンフランシスコジャイアンツ戦で MLB 初先発、6回、1、3を10安打、3失点、5奪三振で初黒星を喫する。4月7日のピッツバーグパイレーツ戦で MLB 初、勝利。5月28日のロサンゼルスエンゼルス戦で MLB 初完封。 公式戦では14勝を記録。10月14日に行われたセントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズ第3戦では7回を三アンダム失点に抑えて韓国人初のポストシーズン勝利投手となった。ベーシーロサンゼルスタイムズはリュー・ケンブリをベイブ・ルースになぞらえてベイブ・リウスと報じた。二千十四年は開幕ロースター入りしたが五月二日に 左肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。5月21日に復帰したが、8月16日に右でんぶ負傷で再び15日間の故障者リスト入りとなった。この年は14勝を記録。2015年はスプリングトレーニングの時点で前年と同様の肩痛で故障者リスト入りしたままシーズンに入り、リハビリによって回復を図っていた。しかし、 手術が必要と診断されて、内視鏡による肩関節唇損傷のクリーニング手術を受けて、シーズン前休、翌シーズンでの復帰を目指すことになった。2016年はリハビリを重ね、当初は春のキャンプからの復帰ともされていたが復帰のスケジュールが立つたびに、肩、股関節等の故障が発覚し、マイナーでのリハビリ等級を繰り返していた。ようやく7月7日に、 MLB へ復帰するものの4、4回に3で被安打8、自責点6と、越されて降板。肩を故障した投手によく見られる、急速低下が問題とされた。その後、肘にも故障が見つかり、7月19日に15日間、8月1日には60日間の故障者リストに入りシーズンを終えることになった。9月28日には、肘の手術を受けた。 2017年5月25日のカージナルス戦で初めて中継ぎとして登板し、初セーブを記録した。2018年5月に左股関節の負傷で離脱。8月に復帰して7勝3敗、防御率1.97を記録した。韓国人投手として初めてワールドシリーズで先発登板した。同年オフにフリーエージェントとなったが、 単年1790万ドルのクオリファイングオファーを受諾して残留した。ロサンゼルスドジャース時代2019年は自身初の開幕投手を務めた。5月には5勝0敗、防御率0.59という圧倒的な数字でナリーグ投手部門の月間 MVP を受賞。オールスターゲームにも出場してアジア出身の投手では野茂秀夫以来。 韓国人投手としては初の先発投手を務めた。最終成績は14勝5敗、防御率2.32で最優秀防御率のタイトルを獲得。サイヤング賞投票では2位に入った。オフの10月31日に FA となった。2019年12月27日にトロントブルージェイズと4年総額8000万ドルで契約を結んだことが発表された。 オプションとして一部球団へのトレード拒否権がつき、背番号はドジャース時代と同じ99。シーズン開幕前の2020年5月17日には第1子の長女が誕生した。2020年は COVID-19 の影響で60試合の短縮シーズンに。シーズン開幕戦となった7月24日のタンパベイレーズ戦で、 異なるリーグで2年連続シーズン開幕投手として先発するも5回に筒子義朝に MLB 初本塁打を打たれ4回に3でマウンドから下され3失点を喫した8月6日のアトランタブレーブス戦で遺跡後初勝利を記録シーズン終了後はウォーレンスパーン賞を受賞した2021年4月1日のヤンキースとの 開幕戦で3年連続3度目、ブルージェイズ移籍後2年連続2度目の開幕投手を務めた。4月28日に右電筋の針で故障者リスト入りしたが、大事を取っての故障者リスト入りであり、長期化はしないようである。5月6日に故障者リスト入りから復帰した。スリークウォーターから繰り出される、平均球速90.5マイルパワー。 最速時速 154km のフォーシームと同じ腕の振りから投げるチェンジアップ、カットボール、ダクサのある、カーブ、スライダーを投げ分け、韓国で最多脱三振5回と脱三振が多い。チェンジアップの評価が高く、メジャーリーグ全球団の監督を対象にした2013年の部門別ベスト選手アンケートでは、ナショナルリーグのチェンジアップ部門2位に入っている。 プロ入り当初は、速球とカーブを中心とした投球だったが、ぐ、打つ明から、チェンジアップを教わりレパートリーに加える。ボールを投げる時以外はすべて、右利きとして生活しているため、左投げ右打ちで登録されている。東山高校時代は、エース兼4番打者として活躍したが、韓国プロ野球では、指名打者制度を採択しているため、半ァ時代には打席に入る機会がなかった。 母国での人気が高く、2013年ギャラップ調査では、韓国人が好きなスポーツスター1位に選ばれた。憧れの選手は、クリフリー、ボクさん、ヒロシ、ノームヒデオ、ランディ・ジョンソンだという。ありがとうございます。